昨日の最終審査には5つの事業者が臨み、設計理念やデザインの特徴などをプレゼンテーションしました。仙台市は地下鉄東西線国際センター駅北側に2000人規模の大ホールを備えた音楽ホールと震災メモリアル拠点の複合施設を整備する予定です。この複合施設について建築家藤本壮介さんの設計事務所が提案したのは、たくさんのプレートで構成された開放的なデザイン。音楽ホールと震災メモリアル拠点を利用する人の交流を促し、多様な記憶と活動がつながる場所を目指したいと話します。譲れないところといいますと、やはりこの大ホールが開いて、それ以外のすべての場所とつながっていくというところ、これはまず大きな根幹になっております。強いコンセプトはあるんですけども、それが排他的なコンセプトではなくて、受け入れるコンセプト。市民との対話を重視し、設計に反映させるとした藤本さんの設計事務所が事業者候補に選ばれました。建築の的な思想において大変優れてたもので、皆さんの気持ちを救い取ってですね、皆さんが愛する、いつでも行ってみたくなるような建築になっていくことを望んでおります。特別な瞬間に音楽の力で被災地の方、遠くにいる方も含めてつながれるような、そんな場所を作ることができれば、まさにメモリアルと音楽ホールが本当に重ねり合う素晴らしい場所になるんではないかな。年内にも複合施設の基本設計に着手する見込みで、仙台市は2031年度の開館を予定しています。